肩幅広すぎたらすれ違えないんだ。さっきのあのロックは絶対にクリスマスソング歌うなってんだ。爆竹聞いてます。爆竹はどうですか、桜井君。いやいいんじゃないですかね。何がビジョンがないな。ビジョンですか。歌ってもいい。そうですね、ロックじゃないとかわかんないから何でもいいと思います。あ、そう、はい、山下達郎さんはどうなの、たっちゃんは。俺はあんまりだけど。あんまりだけど、それぞれ好みがありますからね。さて、2曲目はプリンセスプリンセスなんですけれども、12月の7日に発売になりましたニューアルバム、ドールズインアクションの中からジャングルプリンセスを今日お送りします。どうぞ。